図書館の中にこんな部屋があるなんてな。まさかここがリサさんが言ってた禁書エリアってわけじゃないよな。おーい、それにしては雰囲気がそれっぽくないよな。それとも物語によく出てくる人に知られたらまずい秘密を隠してるから立ち入り禁止にされた謎の部屋とかか。それもそうだな。さっきは普通に入れたし、ロックが壊れたとかでもなさそうだよな。あれ、待てよ、このドア、オイラたちがさっき入った時に通ったやつと違うぞ。うわあ、ここって本当にまだ図書館か。そんな構造になってたのか、すごいぜ。って違う、どう考えてもありえないだろう。うん、リサさんがお休みじゃなきゃ聞けたのに。まあ、せっかく来たわけだし、別に危ない要素もなさそうだから、周りを見て回ろうぜ。新しい場所に来たら、まずは思いっきり自由に探索すること。これがいいガイドになるための秘訣だぞ。ふふん。見ろよ、狼のぬいぐるみだ。すっごくかわいいぞ。モフモフで触り心地も良さそうだな。でも一体誰がここに置いたんだ。恐れを知らぬ旅人よ、よくも我が城に侵入したな。全員食べてやる。買おう。ま、ほっとこうぜ。かなり広そうだから他のところも見てみよThank you.
Thank you.
射撃準備。悪を見極め、影を借りつかと権限、落ちるがいい。貫こう。はい、発情。それ、ほい、付け出し参上。潔白を証明するときだ。と月のように永遠なる。おや、お客さんが来てたのか。ここですごく長く待ってたのに誰も来てくれなかったんだ。少し休むだけのつもりがソファーが気持ちよすぎてつい眠り込んじまった。おや、ぬいぐるみが喋ったぞ。そうそう、ぬいぐるみは喋るものだからな。待て待て、こういう時はまず自己紹介をした方がいいか。二人ともこんにちは。俺は俺って誰だっけ。え、そんなこと聞かれても。お前寝ぼけてるんじゃないのか。真に受けるなって冗談だぞ。ちなみにオイラはパイモン、こいつは旅人だ。ふう、入ったら何かを忘れてしまう謎の部屋ってわけじゃなさそうでよかったぜ。ごめんごめん、寝すぎたからかずいぶんたくさん夢を見てさ、どこまでが本当に経験したことかってこともわからなくなってるんだ。そうだな、確か今の俺はドアボーイで、ここに来るお客さんを出迎えるのが仕事だったはず。うん、
お客さんたち、俺のことは狼くんって呼んでくれ。あう。でも夢ならどれも本当に経験してはいないんじゃないか。夢っていうのはお前が想像したものだろ。想像したものって本当に経験したことじゃないのか。お客さんは物知りなんだな。俺にはわからないぞ。恐ろしい呪いにかかって溶けない氷に心臓を封印されて、果てしない雪原で寂しさに耐えた日々。薄い霧がかかった森の中で白キバと一緒に遊び、金色の蝶を追いかけて月の映る川を渡った毎日。そして凱旋する軍隊の一員として、クラッカーの紙切れを浴びながら女王陛下から勲章を授かる遠くない未来の栄光を想像したあの日。俺にとっちゃどれも本当に経験したことと何の変わりもない。直近の夢も覚えてるぞ。見違えだ別れになった花園の中で、魔女の姉ちゃんが俺にこう言ったんだ。これからあなたはドアボーイよ。ちゃんとお客さんをもてなしてあげてね。そしたら俺はここに来てたってわけさ。で、さっきも言ったけど、ずーっと待ってようやく二人のお客さんを迎えることができた。これでやっとドアボーイとしての責務を果たせるな。他に何か聞きたいことはあるか？お前が言ってた魔女の姉ちゃんって誰なんだ？夢の中のキャラクターっぽいけど、なんか不思議とそれだけじゃない気もするぜ。魔女の姉ちゃんは魔女の姉ちゃんさ。お客さんもお客さんだろ？魔女の姉ちゃんと友達。ああ、そうそう。魔女の姉ちゃんの友達も魔女だったんだ。みんなすごい魔法知ってたぞ。創造の魔法、それに幻の魔法。羽ペンで魔法を使ってた魔女の姉ちゃんは不思議なインク瓶を持ってて、中には幻想の真実が入ってたんだ。こっそり舐めてみたけど、すっげえ苦かった。でも他の姉ちゃんたちはその魔法が気に入ったみたいで、創造の魔法を使って幻想の真実を真実の幻想に変えてたな。一体どうやってやったんだろう。俺にもよくわかんねえや。だってただのぬいぐるみだしな。考えるのに使う部分はきっと綿と毛糸でパンパンだ。他に何か聞きたいことはあるか？オイラたちは図書館にあった今まで開けられなかった扉の向こうからやってきたんだけど、ここは一体？ここは招待されたお客さんだけが入れる特別な部屋だ。二人ともおめでとう。二人はこれで資格をゲットしたってことだから、他の友達を招待することもできるぞ。そうそう、すぐ片付けて温かいお茶とデザートを用意するからな。デザートは甘めのやつでいいか？うん。で、違う。オイラはここは一体どこなんだってことを聞きたかったんだ。オイラたちはまだモンドにいるのか？おー、難しい質問だな。ここは魔女の姉ちゃんが魔法で作った部屋で、
俺には魔法がわからないし。でも、ドアボーイとして保証してやるよ。ここは安全で居心地のいい場所だってな。二人がここで楽しく過ごせること祈ってるぞ。他に何か聞きたいことはあるか？お客さんのパフォーマンス、本当に最高だったぞ。つい見とれちまった。で、パフォーマンス？うん、魔女さんが言ってたんだ。物語の本にあるページは、それぞれが現在の一部なんだってさ。きっとお客さんは特別で、だからこそ物語の主人公として、舞台で華麗なパフォーマンスを披露できたんだと思うぞ。手に汗握る戦闘シーンってのは、一部の物語にとっちゃ欠かせない香辛料みたいなもんだからな。もちろん、俺もそういう話が好きだ。もしお客さんの華麗なパフォーマンスを本にするとしたら、どんなタイトルがいいだろうな。戦記、激戦録、制服記、それとも戦闘編？どれも捨てがたいな。とにかく、もしお客さんがこれからもみんなにさっきみたいな素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるなら、いや、ぜひ見せ続けてくれ。そして現在の物語のページをどんどん残してくれたら嬉しいぞ。他に何か聞きたいことはあるか？謎は深まるばっかりだぜ。でも狼くんも悪いやつには見えないし、きっと大丈夫だよな。それにテイワットを旅するにはやっぱり度胸がないとな。わおー、冒険者っぽいセリフだな。ひひ、当たり前だろ。オイラたちは正真正銘の冒険者だからな。ドアボーイとして俺ももっと頑張らないと。疲れたお客さんに休憩の場所を提供して、元気いっぱいで新たな冒険を始めてもらえるように努力するよ。お客さんたちももし疲れたらここに戻って休んでくれよな。俺がもてなしてやるぞ。遠出の前に、私はいつもハウス・オブ・ハースの子供たちに宿題をいくつか残す。私が家を離れた後、多くの子供はまず思う存分遊ぶ。帰る日が近づいてくると、やっと慌てて宿題に手をつけるんだ。あの子たちはうまく隠し通せたと思い込んでいるようだが、ただ私が言っていないだけのこと。しかし、期限間際に宿題を終わらせるのも一種の実力だ。それを厳しく責め立てるつもりはない。厄介な敵なら私に任せてくれればいい。誘いを受けてここまで来た以上、あんたがやりたいことに力を貸すよ。舞台上と舞台裏、どちらを担当するかってことについては、あんたが指示してくれ。私なら何でもやれる。次の戦いが始まるまで、私はここで少し読書をしていよう。
新聞の類は進めないでくれ。短い休憩時間の暇つぶしに最適だということは私も理解している。だが気に入らなくてな。誘ってくれてありがとうな。差し迫った用事がないならとりあえずここに座ったらどうだ。お茶を入れるよ。このくらい気にしないでくれ。気にかけてる人が過労で倒れるところなんて見たくないからな。準備がまだ終わってないからもうちょっと待っててくれ。もしよかったらもう一回舞台に上がってパフォーマンスを披露してくれ。報酬として宝箱からおもちゃの勲章がもらえるぞ。私についてきてください。呪言、幽玄なる雷光、直、律令、裁きの雷、天へと舞え。風がことだ。雑魚どもか。後悔しても遅いぞ、いや。呪言、直、見切りました、ここより。弱滅の時、律令。わしに手を出す。呪言、はっ、逃げ道はありません。後悔しても遅いぞ。後輩にとってはわしも伝説の人物と言えるんじゃぞ。妙論派の教材にもわしの経歴が載ってるほどじゃ。じゃが
皆伝説の人物が自分の生活に現れるのにあまり慣れておらぬようじゃな。誰もわしの講義を選択せんし、論文テーマに注目する者も一切おらん。研究経費もなかなかもらえぬ。もし一時代前の先輩が目の前にいたら、わしならとっくにお茶を用意したり、肩や背中を叩いたりしてあれこれ聞こうとするじゃろう。ふん、そんな好奇心が強くて物分かりの良い学生はこの時代にはおらんのかのう。はあ、せわしなく動いてはまた戦って面倒じゃのう。いっそ狐になったわらわを背負って先を行くというのはどうじゃ。信じたか。都合の良いことばかり考えておるようじゃの。知恵と美貌を兼ね備えた八重巫女様の真の姿を見るにはまだ早いというに。あなたの武芸が非凡であることは知っています。しかし、この秘境は魔物が次々と現れるため、甘く見てはいけません。ですが、ご心配なく。あなたの招聘に応じたからには、私も共にこの地の秘密を徹底的に調べるつもりです。この刀で、敵をなぎ払いましょう。もうへばったのかい。普段の旅は随分穏やかなものなんだろうね。道を塞いでいる奴らを始末するだけのことだろう。グズグズしていないで、さっさと片付けたらどうだい。まあいい。僕はあまり待たせるなよ。準備がまだ終わってないから、もしよかったら。あんたに従おう。すなわち永遠なり。行くぞ。ここであんたを潰す。装填。も順調みたいだな。もしお客さんが新しいパフォーマンスのコツ、つまり
かっこよくて優雅な姿勢を学びたいなら、友情の証として宝箱から獲得したおもちゃの勲章と交換しよう。友情っていいもんだよな。この単語を聞いただけで心も胃袋も温かくなる気がするよ。最高の仲間の話になるたびに非常食ネタを持ち出そうとするんだよな。話を戻すけど、おもちゃの勲章と交換って言ってたよな。おもちゃなのにそんな価値があるのか？信じることさえできれば、おもちゃの勲章は黄金だって超える価値を持つようになる。それこそが幻想の魔法のコツなんだって魔女の姉ちゃんがよく言ってた。俺にはよくわからないけど、ま、パフォーマンスのコツも魔女の姉ちゃんに願い事をすることで手に入る知識だから、姉ちゃんがそれでいいならいいんじゃないか。それでも安心できないぞ。だって物語じゃよくあるだろ、軽い気持ちで魔法使いに願い事をしたら後から払えない代償を求められたり。お客さん、何の心配もないって。第一、そもそも魔女と魔法使いは違う。それに代償にはおもちゃの勲章を支払うんだからさ。そうなのか？そうさ。それに魔女に願い事をするのはこの俺なんだから、仮に他の代償が必要だとしても払うのは俺だろ。俺もお客さんのパフォーマンスが好きだからやりがいがあるさ。あれ、そういえば物語の本の白紙ページはあと何枚だっけ？ああ、二人は心配しなくていいぞ。たとえ今の分全てが埋まったとしても、後からまた新しい白紙が追加されるからな。楽しみにしてるぞ。全てのページが物語に満たされる日を。あんたはここで休んでてくれ。私は周りを見てくる。奇襲を防ぐには簡単な警報装置をこしらえるのがいい。ところで、大事な物資は身につけてるか？置くとしてもみんなが見える場所に集めておくといい。ん？私と一緒に行きたい？いいぜ。あんたの力があれば時間をだいぶ節約できるだろうしな。さあ行こう。私のそばをあんまり離れるなよ。私とカルタで勝負をしませんか？暇な時間を潰せる上、息抜きにもなり、また私も腕を磨くことができます。ただ、最後の商品であるお菓子を外から持ち込むことができるのか。なら神王の下で勝者を祝うとしましょう。覚悟はできましたか？私と、ただ、私は勝敗のこだわりが強いと周りからそう思われているそうだ。何せ決闘代理人という身分だから。だが事実はその逆だ。挑戦する勇気がある者には勝ち負けにかかわらず一定以上の敬意を払っているつもりだ。
実力は経験と努力を積み重ねていけば身につけられるかもしれないが、勇気は強い心からしか生まれないんだ。今は休憩時間か。休憩時間なら多く話す必要はないだろう。コーヒーを飲み、普段考える余裕がなかったことでも考えるといい。Thank you.